ここがメールヘブンですね。あそこがマラソン系になります。結構します。で、ここが最近いろいろできて変わっているので、撮っていきます。で、メルヘンなんですけど、メルヘンの駐車場がこのベスト電機のところですね。あそこに2台駐車場があるので、止められる方はそこも利用されてください。来たことないけど、お日が伸びる場所がありますね。ここ辺が中央になるので、一番のですね、栄えてるところですね。高中16、新しくできるホテルの場所が配信店ですね。ここもチャックをしてますね。アイショップがありますね。ひまわり、来たことがないですね。と、山崎ワイショップがあります。ここが五穀さん、新しくできたバイビールのお店。で、五穀さん止める方はこの横にですね、広い駐車場があるので、ここを利用するといいと思います。で、五穀さんからもうちょっと行くと、閉まってるかな。今日閉まってますね。
虹色さん、そしてゆりかさん、虹色さん、カフェがあったんですけど、ちょっと今日は見れないですね。で、その先ですね、ここがカフェになる予定のところですね。時計屋さんだったところですね。ここはカフェになる予定です。かなりですね、ここ辺も変わってきていると思います。ちょうどここは交差点ですね。以上です。